人口がですね、この佐田町、今2800人ぐらいですけども、地域をね、なんとか活性化しようと、まあ、あの何にもない地域じゃ面白くないから、こうして1年に2回やりますとね、人口が16倍に増えちゃうんですね。こういうこともやったら見たら面白いし、ここに来てもらってこんな偏僻なところでもね、私たちは頑張ってるというところを見てもらいたいんですね。20代30代40代若い人たちがと、我々70代と、まあ幅広い年代で世代間交流をしながら一緒にやってます。面白いですよ。若い人と付き合ってると若返りますしね。それから我々の悩みを言ったりいろんなことを言いますが、若い人たちもよく聞いてくれますし、あのそれぞれの得意な分野を生かしてね、結構あのいろんな職業の人がおりますしね、それぞれを分担しながら、あの自分はこの研究会にとって、ね、必要な存在だということを認識してもらいながら一緒にやってます。それからこういったあのよそからね、あのイノシシのお肉の注文があったりしますね。そうしますとまた地域観光流にもなりますね。今日なんかも県外からもお客さん来ていらっしゃいますし、あのいいところだいいところだ綺麗だとかはおっしゃいますけども、ところが私たちは綺麗でいいところ ばっかりじゃないんですよ。ね、不便だったりそういう悩みも一生分かってもらいたいという気持ちでこういうことを開催してます。ここで地元でやってることもいいけども、またよそへ出てね、あのいろんなものを販売したり、この地域を PR していくということでやりたいと思います。なるほど。あのまあ年に2回やってますんで、ぜひね1回食べてもらいたいと思います。そしてこのこういうところに私たちも住んでいるんだということをね、ぜひあの分かっていただきたいと思います。以上です。可能性を売ります。 VLC